地球を後にし、放浪の旅に出て2年、ついに異星文明の追撃部隊に見つかってしまったのです。激しい戦闘で白鯨の指揮官も大破、航行能力を失った白鯨は未知の惑星の重力につかまり、船体を崩壊させながら墜落していきました。人類最後の一人を仲間に迎えた私たちは、この未開の惑星ミラで生きていく決意を固めました。